鹿間駅は兵庫県姫路市鹿間串水にある山陽電気鉄道の駅。駅番号は SY40。すべての列車が停車する。串型2面3線のホームを持つ地上駅。外側2線は本線の列車。両側をホームに挟まれた内側1線は網市線のワンマン列車が入線する。同列車が発着する2番線の神戸側は行き止まりになっている。 ホームの東端に採用そばがある。駅舎は本線下り線南側姫路寄りにあり、ホームへは古線橋で連絡している。かつては串型に面4線で、ホーム西端に校内踏切があった。1番線反対側の2番線から、阿ボ線が姫路へ折り返し直通し、本線神戸方面の4番線反対にあった、93番線からは、 姫路からの阿保星線電車が阿保星へと折り返していた。現2番線は92.3番線を埋め広げたもので、その分両側ホームは以前よりやや広くなっている。また、同時期まで串型ホーム東端部には東口があった。古線強化付近から東を望むと、当時の雰囲気を少し伺うことができる。さらに、一番線に到着する六両編成の下り列車は、 後部2両のみ、ドアカットを行っていた。営業列車での設定はないが、1番線から赤市方面への折り返しも可能である。1番線からは網干方面、2番線からは姫路方面への出発も可能である。姫路方面からは2番線、3番線の双方に入線が可能である。本線は直通特急、普通が上下とも毎時4本発着する。 阿保支線は各駅停車が毎時4本発着する。乗降者数8199人以下に各年の乗車人員を示す。駅南の国道250号付近に公共施設や大型商店等が立ち並ぶ。当駅の700メートル正方には1986年11月1日に廃止された国鉄板単線の鹿間駅がかつて存在した。ただ、 鹿間光線の本数が少ないこともあって、全く連絡機能を果たせていなかった。新キバス、ありがとうございます。